ようやく来たか。任務行くんだろ。付き合ってやるよ。いつまで待たせるんだよ。おーい。この口の悪さは昔からだっけな。ほっといてくれよ。誰の許可を得て触ってんだ。いいか、次はないぞ。たまには食べきれないくらいのステーキが晩飯に。もしかして今日は隊長が手合わせしてくれるのか。弱いやつは嫌いなんだ。隊長も鍛錬欠かせない。急に触るなよ。びっくりするだろ。しょうがないから、隊長のことは私が守ってやるよ。この命にかけてもな。触られるとドキドキする。私はエステル。この力が必要なんだろ。なら貸してやるよ。どこまででも強くなれる気がするよ。なんだこれ。いいのか。返さないぞ。この借りは10倍にして返してやる。こんなの当然の結果だよな。この拳に全てをかける。その程度かよ。